にゃーねー、負けちゃったのー。今日結構収支勝ってたんだけど、あーやばい、きつくなってきた。25勝29敗ですか。これはもう50勝厳しいよな。今シーズン50勝すんな、もう無理だよな。あー勝ちたかった。今日は落としちゃいけなかった。なんかなー、もう帰りとかどこじゃないんだよな。なんとかしてほしいな。はい、試合の話いきます。はい、今日も今日とて頑張ってね、戦術的なお話をしていこうかなと思っております。ラジオ劇の方はね、頑張って画像をご覧ください。このシーンですね、まあ戦術というよりかは結構レイカーズ前半から後半3クォーターに入るにかけてかなり速攻を展開できていたんですね。でその理由としては、これ分かりづらいかなと思うんですけど、バランチュナスに対してシュルーダーがマッチアップしてるんですね。バランチュナスがシュルーダーについてるんですけど、そうするとこう AD の突進を止められるプレイヤーっていないじゃないですか。かつ今日結構ペリカンズは、解説の佐々木クリスさんも言ってたんですけど、マンツーなんだけどちょっとゾーン気味だよねっていう、ちょっと ハーフゾーンみたいな形を取ってたんですよ。なのでこういう形で突進力のあるセンターがドーンって突っ込んでくると、ゾーンっぽく守ってたらさ、お互いのマークマンも守らなきゃいけなくなるわけだから、エリアもそうなんだけど、それが中途半端になっちゃうから、これ AD の突進を許してしまったっていうシーンですね。これさ、シュルーダーにバランチュナスがついちゃってるから AD の突進を許しちゃってんだけど、これシュルーダーも狙ってんだよね。最初にバランチュナスにあえて突っ込みに行くわけよ。でゾーンとマンツーの半分ぐらいならディフェンスを敷いてペリカンズは、もうバランチュナスはさ、シュルーダーにつくしかないわけよね。そうだから空いた AD が自由にできちゃってたから、レイカーズはここを引き出すのがうまかったっていうシーンですね。次行きましょう。お次はこちらですね。これ悲しいシーンです。八村塁のイングラムに対する対人ディフェンスが全く機能していなかったというシーンなんですけど、これもね厳しくいかせていただきます。いや、イングラムさ、今日全体的にバケモンだったし、トロイブラウンが後半ついてたけど、でもまあ止めきれてはいなかったじゃん。でじゃあ八村がやっぱクロージングラインナップ出れなかったっていうのは、この後半のねイングラムの直線的なドライブに対して八村が全然コースに入りきれてなかったっていうシーンなんですよ。これクリスさんも言ってました。イングラムのドライブが直線的なのに全然全員コースに入りきれてなかったよねみたいな。でしょうがないんだよ、イングラムってそれがすごいプレイヤーだから、しょうがないんだよ。あの幅もでかいじゃん、歩幅もでけえし手も長えから、それを止めるのが一番難しいってプレイヤーなんだけど、レイカーズここをねアジャストできなかったし、八村は前半後半でここを任されてる、ディフェンスを任されてるプレイヤーなんだから、まあ守らないとね、クロージング出るのは厳しいよね、相手にこういうウィングがいた時には。次行きましょう。お次こちらなんですけど、これもちょっとマイナスな見方なんですけど、これ AD がさゴール下攻めてて、八村が右コーナーでボール呼んでんじゃん。いやこれねしょうがないんだよ、別に AD がさ相手のラインナップちっちゃいから攻めきれる場面だから攻めていいんだけど、ここで僕は何を言いたいのかっていうと、僕がね八村が来た瞬間に撮ったラジオ動画で言ったのが、いや AD と八村一緒の時間にいたら多分八村攻められんよって言ったシーンですよ。これはもうその通りなんですよ。 AD がゴール下でこんな展開してたら、もう八村いくらコーナーに突っ立っても AD が攻撃をキャンセルした瞬間しかもうボールもらえないんだよね。八村から起点で攻めが展開するっていうのは AD のいる時間帯では無理だよっていうシーンがもう如実に現れた場面だと思います。これはね八村に限った話じゃなくて、今日ガブリルは出てたんだけど、トマブラがなかなかプレイタイムもらえなかったじゃないですか。まあペリカンズに対するアジャストの一種だとは思うんですけど、やはり AD が覚醒した試合っていうのは八村塁、トマブラ、まあガブリルもそうかな、煽りを食らってしまうっていうのは、まあここでね八村踏ん張らないと厳しいよねっていう話でございました。じゃあ最後ね、逆にいいシーンも上げておきましょう。別に八村を落としたいわけじゃないんで、いいシーン上げておきますね。これウェストブルックのピックアンドロールを八村が担っているというシーンなんですが、これ決まるんですよ。八村がスクリーンをかけてウェストブルックからナイスパスをもらってゴール下決めるっていう瞬間なんですけど、いやね、このシーン俺はもっと見たいんだよね。八村なかなかパスをもらって1対1していいよっていうシーンは今日も全然なかったし、もうそれが今後期待できるかっていうと微妙なんだよ、レイカーズにいる以上はね。だからウェストブルックとかレブロンに対してスクリーンをかけて、あの自分からシュートチャンスを生み出さないと厳しいんで、八村選手もうこういうシーンをもっともっと増やしてください。でウェストブルックと八村の相性がいいって言ったのはこういう場面があれば決まるからです。はい、という感じで今日の戦術というか、まあ形の紹介でしたね。バスケットボールの流れというか、このやり方はどうでしょうかね。前回から取り組み出してみたんですけど、ちょっとね動画はね著作権の関係でなかなか使いづらいので画像で申し訳ないんですけど、まあご意見とかあれば優しく言ってくれれば参考にいたしますので、よろしくお願いします。今日滑舌めっちゃ悪いんで申し訳ないです。でまあちょっと今日もね選手ごとの話をちょっとしていくと、八村さん厳しいね。ちょっと前回同様って感じかな。いやシュートチャンスはねさ確かになかったんですけど、やっぱね八村がディフェンスで機能できてなかったからこそクロージングでも出れてなかったから、まあプレイタイムをもらえなかったっていうのは八村のディフェンスが良くなかったってことでもある。もうそれでプレイタイムを伸ばしてシュートチャンスだったりこぼれ球のリバウンドで決めてくっていうシーンを増やしていかないとなかなか得点っていうのは伸びないから、八村正念場ですね。ちょっと前半とかねなかなかリバウンド取っても
ゴール下決めらんないシーンとかもあったから、あそこで決めていかないとっていうところではある。なら僕はさっき言った通り、もっともっとスクリーンプレイを増やすべきかなとは思います。まあオフェンスの流れもあるからハムの指示とかもあるんだけど、まあどうでしょうかねっていう話ですね。あ、そしてウェストブルックさん、え、今日めっちゃ良くなかった？え、ウェストブルック今日めっちゃ良かったぞ。俺今日あなたいじる部分見当たらないわ。いや、まあ一瞬ブロックされてうってなったシーンぐらいがあっただけで、もうスリー決まるし、ミドルも決まるし、レイアップもね、もう決めきるし、え、今日ウェストブルックなんか褒めることしかできないんですよ。で、逆になんだけど、今日定時退社したじゃないですか。5分切って、もうシュルーダーとベバリーがガードでずっと出てたんですけど、これがなぜかっていうところだよね。ハム的には、やっぱり、ラリーナンスとかね、ハーバード・ジョーンズのこう、横のディフェンスの上手さっていうのを気にしちゃったんかな。ちょっと俺も読み切れなかった。ウェストブルックが今日クロージング出てこれなかったっていうのは。正直、今日、レイカーズのガードの中では一番良かったと思うから、いや、あのね、これでいいっすよ。もう今更47ミリオンというか、もうなんか、他のマックス契約の選手たち、ドンチッチとかさ、テイタムとかさ、いや、そこまでは求めんわ。わかった、そこまでは求めないから、まあ、なんか20ミリオン、30ミリオンの活躍をしてほしいわけよね。もう、それくらいだったらもう許すわ。で、今日は20から30ぐらいの活躍は全然したんで、まあまあいいんじゃないですかねって話です。で、レブロンはあと36点だったかな、すいません、ちょっとうろ覚えなんですけど、次のオクラホマシティ戦でもしかしたらね、トップに躍り出るかもね、歴代総得点数で。わかんないですけど、あのね、ちょっとね、もしかしたらね、俺ライブ配信したいかもしれない。さすがにその瞬間はさ、チャンネル名にもしてるぐらいだから、ちょっと実況とかやるかもしれないんですけど、ちょっとまだ決まってないです。まあレブロンね、今日はまあ外がね、決まんなかったっすね。まあでも、まあちょっと今日はひどかったかな。ちょっとなんかしょうもないミスあったんよ。レブロンがパスミスしちゃって、でレブロン戻んなくてディフェンスに決められちゃうってシーンあったから、うん、そう、歴代得点とかの前にそこはちょっと なんとかしてほしいっすね。で、今日さ、俺シュルーダーさ、まあ確率だけ見たら悪いんだけど、フリースローのもらい方とかさ、まあうまいシーンめっちゃあったしいいんだけど、うん、このシュルーダーだったらまあウェストブルックの方が良かったよねっていう感はあるから、まあなんで36分以上出したのかっていうのはちょっと疑問だよね。まあベバリーがちょっとファールトラブルになってたっていうのもあるんで、まあここもですね、まあ皆さん多分思ったでしょう、カイリー・アービングだったなとかと思ったと思うんですけど、これエンディングで話します。で、トロイとかはね、今日めちゃめちゃ良かったね。いや、この出来さ、トロイが今日この出来だと、正直、八村で使いたくなるっていうのはもうめちゃめちゃわかるし、で、八村はトロイみたいな、トロイってリバウンドも意外と上手いわけよ。そんなにフィジカルもないし背もないんだけど、相手の今日ついたリバウンドとか上手いから、ゴール下で張ってて、で、セカンドチャンスに繋げるとか、で、今日は外のシュートも良かったし、対人もイングラムに対して、まあ、抑えきれてはいなかったけど、八村より上手かったねってシーンがあるんで、八村はここトロイよりやんないと、もう本当に序列的にわかんなくなるから、マジ頑張ってほしいです。で、ロニーはね、正直もうちょっと使ってほしかったかな。今日のシュルーダーの出来だったら、ロニーはもうちょっと使ってほしかったって感じですね。まあ、レイカーズこんな感じです。ちょっと今日負けたのは痛えわ。まあ、接戦で、まあ、うんって感じだったけど。いや、マジで、切り替えよ切り替えよ。もう本当に、諦めんな。頑張っていこう。ペリカンズもちょっと話しとくと、まあ、イングラムとアルバラードがエグかったっすね。まあ、マカラムも後半からギアを上げたんですけど、いや、この3人を本当に1対1で守りきれなさすぎて、ローテディフェンスも間に合わなくてっていう試合だったかな。前回のペイサーズは逆だったよね。ペリカンズも今日終始負けてたんだけど、耐えて、後半に逆転したっていう試合だったんで、まあ、イングラムエグ。いや、それレイカーズいるときやってほしかったな。いや、まあ、遅えんだけど。それで、私たちのおかげで、10連敗ストップですか？おい、ふざけんなよ。今日に合わせてさ、調子上げてくんなよ。やめてくれよ。ペリカンズさ、その10連敗があったから、めちゃめちゃ順位ドドドドって下がってきてたんだけど、いや、これに対して、ザイオン戻ってきたら、まあ、普通に強いだろうから、トレードデッドラインで動くかわかんないんだけど、いや、まあ、動かないんじゃないかな。なんか、動かしたい選手が特にいないんだよね。グラハムぐらいな、デボンテグラハム。だから、まあ、ザイオンも、なんか、フィジカルコンタクトありの練習が OK になったらしいんで、まあ、1、2週間で戻ってくるってことを考えると、まあ、ペリカンズプレイオフは硬いようなチーム構成はしてるかな。なんか、ブレイザーズとかよりはさすがに強いわ。で、はい。今日のね、アフタートークは、まあ、もう一夜明けましたけど、カイリー・アービングさんどうされるんですかっていうところですね。で、僕もツイッターでいろいろ発信して、みんなの意見探ろうかなって思ったんですよ。YouTube のコメントとか見て。で、僕のタイムラインを見た結果は、若い子なんかな？結構高校生とか、まあ、レイカーズを最近応援したっていう子たちは、カイリー来てほしい、レブロンとの共闘を見たいみたいな意見が多かったんだけど、多分、子さんのレブロンファンっていうかな？まあ、子さんって言い方ちょっと俺も好きじゃないけど、まあ、キャブスから、レブロンとカイリーの活躍を見てて、セルティックスに自分のエゴで移籍した瞬間を見ているファンは、いや、あいつ、いや、来年いなくなるのかわかんねえのに指名権2枚出すの？
ギャンブルじゃねみたいな意見が多くて、で俺もどっちかっていうとそっち寄りなんよな。いや見たいよ、そりゃカイリーがさ指名権なし、まあ二巡目一枚とかで来てくれんだったら、いやそりゃ欲しいわ、そりゃラスさんとさ今日良かったけど交換できんだったら交換したいよ。けどいやそこなんよ、落ち着け、落ち着いてみてくれ。カイリー・アービングって今回の問題も起こしてる通りわけわかんねえんだ、もうカオスなんよ、混沌を運んでくるから落ち着こう。あ本当に少ないアセットでしか狙うべきじゃないし、カイリーほどの選手を取れるかどうかっていうのは確かに重要なんだけど、じゃあ来、まあ今シーズン違うチームに行ったとして来季の FA で狙った方が無難だから、落ち着いてみてはどうですかっていうところですね、レイカーズファン。でまあカイリーがねトレード要求してくれたおかげで多分トレード膠着すると思うんで、そのおかげで多分ね間に合うと思うんで、僕明日とかにでもレイカーズが最終的にトレードどう動くとか、カイリー・アービングの行き先予想とかもやりたいと思います、動画にしたいと思うんで、そちらで詳しく話したいと思います。てな感じで今日もお聞きいただきありがとうございます。もしかしたら今度の試合ライブするよっていうこともツイッターとかで発信したいと思うんでお待ちください。もしかしたらハレトークの方でハレさん誘ってやろうかなとも思うんで、まあそれも結果次第というところでお待ちください。では本日もありがとうございました。日曜ですかね、お昼に出そうと思ってるんで、今日も一日まあゆっくりお休み頑張っていきましょう。それではさよならっす。